ゴルファー一人一人のスイングに合わせて最適なクラブを提案するミズノパフォーマンスフィッティングシステム。新しいシャフトオプティマイザー 3D によってより速く、より正確に、わずか3球打っただけでスイングに合ったシャフトヘッドが全てわかる。あなたにもぴったりのクラブがすぐに見つかる。そして今、クラブ選びは初心者でもフィッティングして選ぶ時代へと変わった。このコーナーでは驚くほど手軽になったミズノのクラブ選びをゲストが実践。少し硬くしてもいいかな。やっぱりもうドンピシャだと。さあ皆さんも一緒にスイング DNA を見つけよう。このコーナーではゲストの皆さんのスイング DNA をお調べしてご自分に最適なクラブを見つけていきます。平井さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。東京は神田にありますミズノの直営ショップエスポートミズノからお送りしてまいります。さて今回のゲストは俳優そして歌手としても活躍されているタレントの上地雄輔さんです。お願いします。ようこそお越しくださいました。楽しみにしてきました。ありがとうございます。今なんかゴルフハマってらっしゃるって。そうですね、ここもう3年4年はもうだいぶハマってます。今アイアンでのお悩みってどんなものがあります？ちょっと腹気味で、はい、どうしてもこう左に曲がっていく傾向があるんですけど、腰がちょっと開き気味といいますか。クラブフィッティングの経験ってありますか？ここは初めてです。じゃあもうね、いい機会ですよね。はい、私どもではですね、はいはい、このフィッティングのツールとしましてシャフトオプティマイザー 3D と、はい、3球打っていただくだけでドライバーからウェッジまでご提案ができるよ。すごっ。今日は上地さんにぴったりのクラブをご提案したいなというふうに思っております。今までフィッティングってどういうイメージありましたか？いやもう長い時間かけて、そうですよね。一球一球こう、はい、いろんなデータをこう、はい、取って、そのデータの結果が出るまでも何日かかかるみたいなイメージがあったんですけど、はい、今日はわずか3球で上地さんのスイングを丸裸にしていきます。楽しみです。はい。はい、スイング DNA 診断。シャフトオプティマイザー 3D で3回振るだけでシャフトのしなり方やヘッドの動きなど9つの要素を瞬時に数値化。上地さんのスイング DNA とは。まずですね、一番上振っていただいているこれアイアンのヘッドスピードになります。はい、で今3球振っていただいた3球の平均値がまあ約40という感じですね。かなり速いよっていうのが特徴の一つです。それ以外に特徴的な部分は前反り角っていうのがありまして、インパクトの時のまあシャフトのこうね、打っていく飛球線方向のしなりですよと。はい、これが上地さんの場合は平均値よりも少し大きめに出てます。あのフックの原因っていうのもね、これかひょっとするとここにあるかなっていうのがあります。まず目安になるこうシャフトの硬さのところなんですけど、今お使いいただいているのが S なんですけど、S よりも少し硬くしてもいいかな。やっぱりご自身でもなんかそういう感じ思いました。思ってられました。なんかしなりが強いというか、うん、強いな。はい、そうですか。その次はですね、ヘッド。まず一番最初はこうインパクトライン角っていうのを測ってます。今ね、実際はあのフラット目でインパクトされてるので、これをね、抜けを良くするためには少しこう角度を変えなきゃダメだよっていうのが一応出てます。でその次の項目はこれシャフトリーンとアタック角ってあるんですけど、上地さん弾道高くないですか？高いです。高いですよね。はい、実はここに出てます。シャフトの傾きの平均値は8度。上地さんのデータはプラスの1です、うんうんうん、ということはシャフトが寝てんの？その通りです。まっすぐよりもちょっと手元が後ろへ行く感じ、で次はアタック角ってあるんですけど、これはヘッドの入射です。どっちかというとすくい打ち、そう、で最後はインパクトの時のフェースの向きです。はい、今マイナスの5、いわゆるね、やっぱりちょっと左を向きます。まあこの部分でも左飛び出しやすいかなということで、推奨ヘッド。今上地さんのデータは少し優しめのヘッドの方が合いやすいのかなっていうのが出てますので、ドンピシャだと。なるほど、当たってます。マイクラブでの弾道を見てみると、スイング DNA の結果同様、やはり左側へと飛ぶ傾向が確認された。上地さんのおすすめのアイアンが決まりました。はい、でまずシャフトはですね、少し重め固めの、ダイナミックゴールドの X100 というシャフトを装着させていただいて、ヘッドは、DNA でね、推奨という形で出てましたミズノプロの918
918のヘッドはですね、水のプロのシリーズの中では一番優しい、はい、ヘッドになります。はいはい、で、水晶のね、雷郭も出てますので、標準の雷郭と水晶雷郭でちょっと弾道のチェックをね、してみたいと思います。はい、はい、水晶クラブでの試し打ち、まずはノーマルの雷郭のアイアンを打っていただきます。はい、あー綺麗にボール拾ってますね。気持ちよかったです。打感なんかどうでした？すごい良かったです。あー綺麗なドローですね。そうですね、軽いドロー目でしょうかね。綺麗に高さ出てますね。あのお悩みだった左行くボールは出ないですね。水のインフォメーション、限界飛距離のその先へ、ミズノ GX ドライバー。 MP タイプ1タイプ2ドライバーに採用したボールを飛ばすためのヘッド設計に加え、ソール部のフェース側とバック側に 6g のウェイトを付加し、低重心化とワイドスイートエリアを追求。またカーボンナノチューブと炭素繊維の複合化により、軽いのに暴れにくい次世代カーボンシャフトが誕生し、スイングスピードの向上と飛距離アップを実現。詳しくはミズノゴルフ品取扱店、またはミズノゴルフで検索。続いてはノーマルから2のアップライト、はい、63.5 度のアイアンを打っていただきます。捕まってますね。砂利面出て、音はすごく乾いた、いい音してました。まず、弾道の白い方がですね、ノーマル雷郭、赤い方、少しね、水晶のアップライトの雷郭はやっぱりボールがね、捕まえすぎちゃってるかな、上さんのお悩みの部分の、まあ、やっぱりちょっとこうミスはね、左だよっていうところがちょっと出てしまっているので、まあ、今回ね、雷郭のご提案としては、水晶はアップライトでしたけれども、スタンダードの方の雷郭でね、ご提案したいなと。上さんにぴったりのアイアンはこれで決定ですね。そうですね、はい、あの水のプロの918でシャフトはダイナミックゴールドの X100 という感じでご提案をしたいと思います。はい、雷郭がある方が、はい、なんかやっぱこう見え方が、はいはい、分、ちょっとこうつんのめってじゃないけど、上から見たくなっちゃう。なるほど、気持ち的な問題なんですけど、アドレスも変わっちゃうよってことですね。はい、はいはい、なんかちょっとこう前のめりになっちゃって、こう引っかいちゃうっていうか、先ほど打っていただいた、はい、あの3球で、もう上地さんにおすすめのドライバーからウェッジまでも全部データが出てます。そこまで全部、嬉しいな。やりましょう。もう早くやりたいですね。はい、ということで次回は今回のデータをもとに、上井さんにぴったりのドライバーとウェッジを探してまいります。どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。3球打つだけで最適なシャフトとヘッドが分かるミズノパフォーマンスフィッティングは、全国のミズノ GCF ショップで受けられます。詳しくはホームページをご覧ください。スイング DNA であなたに合ったクラブを見つけよう。